基礎が一番大変だったんで、ね、その時ね、うん、コークのやり方とだいぶ違うんですよ。でもあのほらコークのやり方で本当にやりたかったんだけど、とにかく下が平らじゃないからそれができないんですよね。だから一個一個これつかばして全部測ってやったんですよ。ああ、長さ測ったんですか。全部測った。すごい。だってじゃないと合わないでしょ。合わないですよね。だからこんなになってるから、全部一個一個測って。だって結構大変。いや、それは大変。一個一個な水平を見て、切って。そう。あ、じゃあもうつけちゃったから、え、切って、つかにつけたんですか。違います。つかに。4本だからまず平行じゃないですか。はい、4本やりました。で、全部今度水板きれいに貼って。あ、そうかそうか。水板貼ったんで、ちょうどそのパって、ほら、ちょうど交差するところがつかかったらそこだから、で、一応、そこに、まず、使い石がこう平行になるように、大体置いて、で、そこから何センチぐらいのところで、この水板を全部測って、まあ、仕事がやってたんで、若干こんなになってます。まあ、でもそれは愛嬌というか、まあ、どうせ隠れるところだからいいよって。本当だ。だから全部違うんですよ。飛ばしたら長さが。いやー。ほんで、今度貼るときも、月がやっぱ若干暴れてるから、ね、クランプで、こっちやって、こっちやって。押さえて。両方押さえて。一本一本。まさにこれは、素人じゃないとできない。素人じゃないとできないですね。プロはこういう仕事絶対しないから。若干ね、あの浮いちゃってるところなんですよ。だからそこはもう今日セメントで、モルタルで、もう最終的にこの周りをちょっとモルタルで全部固めようと思ってたんで。そうですよね。そうすると、まあ、今とりあえずこれ仮置きなんで、今これ1センチなんですよ。で、このウッドデッキ自体がちょっと斜めになっちゃってるのね。これまっすぐやったつもりだったのに、家が斜めなのか、ウッドデッキが斜めだと思うんですけど、こういう状態で、ウッドデッキはちょっとこう斜めになってる。はい。ああ、なるほどね。そうなんです。ただ最終的な調整を一番最後にしようと思って。はい。こんなところに快適な階段が。
鳥取。